はい、半間家の本家の半間洋先生です。ですね、人間の上の生物、ただ一人の上の生物です。誰？人間たちには誰一人管理者っていないんですよ。それで人間たちはなぜ働いてるかというと、人間の上の宇宙の生物がですね、食べていけるように、言うことを聞くとね、多少は食べていけるということ を指導してね、動かしてるだけなんですね。だから働かないと生きていけないわけです、人間たち。だからただ働き方が分かんないわけですね。人間たちは知恵低いんで、誰も非常に知恵低いんですよ。学校もテレパシーでなければ、テレパシーで加入しなければ卒業できないわけですね。猿みたいなもんなんですよ。道具を使う、ね、武器も使うし、強肉食生物なんですね。だから人間のこの地球の世界ではね、管理者は誰もいないんです。で、各管理者はの多くは宇宙生物ね、上の知能の宇宙生物が動かしていることが多いわけですね。で、働き方を教えてね、人間は管理者誰もなれないけれども、誰かを動かして、宇宙生物がね、動かして、それで働かしてるわけですね。宇宙生物じゃなくて人間たちがね、自分たちの頭では生活できないからなんですよ。生きていくことができない、まだ知恵が不足してるわけですね、人間たちはね。そういうことをよく教えてます、私はね、今の地球状況を特にね。それ知らない人でちゃんと上の生物に正しく聞いてね、仕事しなければ全部ぶっ壊れるわけです ね。会社も大きい会社は潰れるわけですね。ちっちゃい会社はどうか分かんないけどね、それに左右して動きますけどね。地球上にはね、人間には管理者って誰一人いないんですよ。大統領でもね、上の生物が動かして、また動かさないこともありますね。で、または悪い生物が動かすこともあります、ね。ただ上の知能の生物、ただ上の知能の生物っていうのはバクテリアのみたいなもんで、注意しないのはほとんどね、無数に人間よりか多い細胞の塊で知恵が上がるだけでね、ほとんどそういうところから、テレパシー脳波でね、送って指示してるわけですね。そういうことを、こういうことを話してバカじゃないかなんていう言う人、これはね、実際の話なんだけど難しいんでね、人間たちはまだ分かんないわけですね。だからこれを言っても人間たちは分かんないと思いますね。お茶飲んでますけどね。ということでね、ただ実際は私が言ってる、説明してる通りでね、であとほったらかすと人間は強肉食生物です。だから盗んで肉を食うね。だからそういう生物ですのでね、これはね、しょっちゅう盗仕事をね、なんか働かせてないと、鎖でもつけとこない限りね、誰でも盗みをやりますね。ね、ということですね。今日肉食生物です、人間はね。ということをちょっとお教えします。ちょっとお茶をね、消しまして。今また仕事やってますけどね、今も仕事やってますけどね。ちょっと関係ないけど、サンディプリンター買ったんですけどね。サンディプリンター買ったんですけど、まだね、組み立てる時間がないんですね。
3でプリンター買ったんですよ。時間がなくてね、これマニュアルなんだけど、3でプリンター買ったんですけど、まだ組み立てる時間がないんですね。今流行りの3でプリンター、大型でね、大きいやつでね、40センチくらいの、ね、大きいのが作れるやつですね。サンデープリンター浜洋先生、こういうのもちょっと買って用意していたんですけど、組み立てる時間がなくてね、置いてありますけどもね、まあ、そんなことで、どうもありがとうございました。